はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、ちょっとまさかの場所なんですけれども、東京ディズニーリゾートからの動画ではなくてですね、今日はこちらに来てみました。そう、セブンイレブンですね。このセブンイレブンで90周年のね、ミッキーの誕生日の一番くじをやってるということで、今からですね、その一番くじを10回引こうかなと思います。1回分がね、650円ですので、6500円分ね、10回分引いてこようと思います。それではね、もういい賞が当たるのか、むしろね、もう今いいのがね、残ってるのかどうかわかんないんですけれども、早速行っていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでセブンイレブンから帰ってまいりました。いや、もう皆さん衝撃の結果でございます。もう絶対最後まで見てください。それでは結果発表タイム。ふっそれではまずはですね、参加賞から見せていきたいと思います。まあ、参加賞っていうかね、購入特典みたいな感じで、今回3回連続で引くと1つですね、無料でクリアファイルもらえます。で、今回ね、一応10回引きましたので、3種類のクリアファイルゲットすることができました。ということで、それがこちらです。じゃーん。一応ね、種類的にはね、もっと5種類ぐらいあったんですけれども、今回この3つを選ばさせていただきました。それではまずこれからいきましょうか。こんな感じ、じゃじゃん。とてもね、おしゃれだなと思ってこちらにしました。で、後ろにですね、90周年でミッキーミニーって書いてます。こんな感じ、ね、とてもおしゃれでしょ。いいなと思ってこれまず最初に選びました。そして2種類目、これです。こんな感じ、ミッキーのね、帽子とかミニーの帽子とかがあります。で、これもなんかちょっと可愛いなと思ったのでこちらにしてみました。はい、で3種類目ですね。3種類目こちらです。はい、ミッキーとミニーがいっぱいいます。で、ここにね、白黒とかいっぱいいますね。はい、こんな感じ。ということで、これがですね、一応参加賞でございます。で、購入特典のものですね。で、今回はね、本当結構いいですよね。3回連続で引けばね、こちらクリアファイルもらえますので、とてもね、今回のは良心的だなと思います。それではお次にですね、一番下の F 賞から見せていきたいと思います。F 賞ね、意外と当たんなかったです。もうほぼほぼ F 賞になっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、実はね、こちら F 賞3つだけでした。こんな感じです。はい、で、一応ね、こういうデザインとミニーとミッキーのデザインにしてみました。で、種類的にはね、6種類あるみたいです。で、そのうちのね、3種類でございます。はい、で、一応ね、種類見せるとこうですね、こんな感じ見えますかね。これが全種類です。はい、で、今回選んだのがこれとここのミッキーとミニーの3種類を選ばさせていただきました。はい、この6種類のうちのですね、3種類でございます。はい、ということで、まず、まあ、これがね、まあ、残念ながら一番低いんですけれども、 F 賞のミニタオルでございます。はい、3つだけでした、ね、これは結構ラッキーだと思います。ちなみにね、本当はね、もう5個ぐらいね、 F 賞になっちゃうのかなと思ったんですけど、たった3つだったのでね、これは OK だとしましょう。それでは続きまして、 F 賞より1つ上の E 賞を紹介していきたいと思います。これちょっとね、多かったんですね。こちら4種類でございます。それで4つがですね、 E 賞でした。こんな感じです。はい、で、1つ1つご紹介していきたいと思います。まずこちらですね。ちなみに E 賞はプレートです。プレート、はい、ミッキーのものです。はい、で、せっかくミッキーいますので、ミニーももらってきました。ミニーです。これでミキミニが揃いましたね。はい、で、ミキミニが2人いるやつ、これも可愛いですよね。はい、そしてこちら、ミッキーとミニの帽子の可愛いやつ。はい、ということで、こちら4種類をゲットしました。ちなみにですが、5種類、あ、違うな、7種類あるようですね。7種類ですね。はい、この丸いプレートが5種類と、四角いお皿が2種類あるみたいです。はい、そのうちの4種類ですね。これとこれとこれとこれですね。こちらをゲットしてきましたっていう形になっております。はい、でもね、まあ、650円なんですけれども、これとってもね、デザインいいので、正直650円でね、これだったらもう全然ありだと思いますね。もう E 賞はもう普通にね、当たりなんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、こちらが E 賞4つでございます。はい、これでね、 F と E 合わせると7個ですね。では残りの3つご紹介していきます。それでは残り3個でございますが、残念ながら D 賞が2つでございました。いや、これはね、
幸先悪いですね。ちょっとまずいですよ。もう残り1個しかありません。ということで D 賞2つです。はい、で D 賞何かと言いますと、スプーンとフォークのセットでございます。はい、でズームするとこんな感じです。これミキミニですね。ミキミニ、デザインで言いますとこのミキミニと一緒です。はい、ちょっと光って見にくいですけどね、こんな感じで、とても可愛いですよね。そしてあともう一種類のものがこれです。こちら選んできました。ここにね、ミッキーマウスの90周年お祝いしたロゴがあります。でここにミッキーですね。はい、ということで D 賞が2つでございました。いやー、まずいですよ皆さん。あと1個しかありません。残り1個でございます。あ、緊張してきた、ね、もちろんね D 賞以上ですので、残るは C か B か A でございます。この3種類のうちの1つ、ラスト1個でございます。皆さん予想してみてください。 OK、 予想した、いくよ。ドゥルルルッチャン。なんと皆さん A 賞でした。ふぅ、 A 賞でしたね。まさかの皆さん A 賞です。これ一番いいやつです。ちなみに A 賞しゃということで、なんとジョマジ10回で A 賞を引くことができました。おめでとう。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。いやいやいや、これね、ちなみにですけれども、あのね、すごい人だとね、これ一番口ね、箱買いする人いるんですよ。箱買いして A 賞を狙う人がいるぐらい全然出ません。ちなみに1店舗で2個しかありません。たったの2個です。はい、そのうちの1つ、なんとジョマジが当ててやりました。いやー、最高ですね。もうまさかね、 A 賞出た時にはね、もうね、ふーってなりましたよ。本当もうパリピン状態でしたね。でちなみにあのスタッフの方もね、すごいびっくりしてました。でまさかの10回で A 賞みたいなね。もう今までもたくさん弾いてる方いたらしいんですけども、 A 賞ね、初めて見たらしいです。はい、ということでまさかのね A 賞でございました。ちょっとね見てみましょうか。こんな感じです。でこれちなみにね、ライトみたいですね。光るようですよ。これはこんな感じ、90周年アニバーサリーライトって書いてますの でこれが光るみたいです。後ほど開けます。はい、こんな感じです。はい、で横にですね90周年のロゴがあります。はい、で後ろにちょっと見えてますね。こんな感じのものになるみたいです。置物ですね。で暗くするとこんな感じ。はい、じゃーんって感じですね。あ、上も見せましょうか。上こんな感じです。皆さん見てください。 A です。やったぜ。いやー、超嬉しい。でも本当にジョマジね、ちなみにくじ運半端ないので、今までにね A 賞はね4つ当てたことがあります。ちなみに全部10個以下です。まあ、箱買いとか一切することなくですね、だいたいいつもね10回ぐらいするんですけどね、基本的に A 賞ゲットしてます。はい、ということでこちら A 賞でございます。それではですね、最後にこちら今ねもらったものを全部ちょっと開封していきたいと思います。そしてね、実際のものをね皆様にご紹介していきたいと思います。実際に開けてみたいと思います。まずこれが F 賞でございます。 F 賞の一番低いやつですね。はい、これがミニーです。はい、そしてお次ミッキーです。はい、ミッキーいいですね、デザインが。はい、これでミキミニが揃いました。そしていろんな種類のミキミニがいるハンカチです。これも可愛いですよね、デザインね。はい、ということでこちらが F 賞です。それでは続きまして、E 賞のですねプレートコレクションですね。はい、まずこちらがミッキー。いやー、思ったよりいいですね。ちょっとちっちゃいっちゃちっちゃいんですけれども、とてもデザインがおしゃれです。はい、でミッキーときたらこちらミニーです。はい、ミニーとミッキーが揃いました。ちゃんと90周年って書いてますね。はい、そしてこれがね実は一番好みです。はい、帽子のミッキーとミニー、とても可愛らしいですね。はい、そして
ミッキーとミニーが一緒にいる90周年のロゴのものですね。はい、これもとてもおしゃれです。ということでこちらがですね、イーショーのプレートスコレクションでございます。はい、それでは続きまして D 賞でございます。 D 賞のまず1種類目、これからいきましょうか。フォークとスプーンセットです。はい、こんな感じですね。ちょっと短めですけれども、とてもデザインがおしゃれです。はい、そしてもう1種類のものですね。もう1種類のものがこちらです。ミッキーとミニーのスプーンとフォークです。はい、ミッキーがフォークですね。で、ミニーがスプーンです。こうですね。はい、こんな感じです。それでは最後、お待ちかねの A 賞でございます。開けてみたいと思います。実際にね、開けるところをお見せしますね。はい、中にまた文字がありました。90周年のロゴと、一番口ミッキーマウスって書いてますね。で、90周年って書いてます。はい。さあどんな感じなんでしょう。これどうやって開けるんだ。さあちょっと緊張しますね、開けるの。よし、ここに説明書があります。説明書はでっか、結構でかい。いきますよ。じゃーん、じゃじゃん。はい、結構でかいです。俺の顔よりでかいです。わあ、これは素晴らしい。見えます？ミッキーとミニーがいます。そして後ろに90周年のロゴが書いてます。せっかくですのでちょっと組み立ててみましょうか。オープン、じゃーん。はい、こんな感じ。そしてミニーです。そしてミッキーです。はい、ではこれをどうやって組み立てていくのか、ちょっと実際に作っていきましょうか。はい、こんな感じで、ここにですね、見えます？なんか突起みたいのがありますので、ここにミッキーとミニを立てるんだと思います。はい、ではちょっと実際立ててみましょうか。ミッキーです。おお、90周年って書いてありますので、こっちが正面ってことですね。ということは、ですね、こうですね、こういう感じでつくと思います。はい。ということはですね、ここにミッキーですね、こっち。これなかなかつけるの大変そうな足場してますね。お、はまった。よいしょ。結構力入れますね。割れないかな、大丈夫かな。はい。あ、OK、つけました。はい、ミッキーつきました。かっこいい。そしてお迎えにミニーですね。こんな感じだと思います。はい、じゃあちょっとつけますね。ミニー、これまた難しいな。足の先についてるんで難しそうです。なかなかつかない。つけるの難しい。大丈夫か、こんなギチギチ音鳴っちゃって大丈夫か。結構怖いなこれ。はい、 OK、 つきました。こんな感じですね。おお、いいですね。はい、そしてこの上にこれをかぶせると、はい、完成。おめでとう。いやー、できました。こんな感じです。いいですね、とてもおしゃれですね。それでは早速ね、つけてみたいと思います。それではいきます。緊張の一瞬です。 GO。 わあ、とても綺麗です。いや、これはもう玄関とかに飾りたいですね。ああ、いいですね。とってもおしゃれです。いやー、よかった、当たって。もう最高ですね。素晴らしいです。もう宝物にしたいと思います。
はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひね、セブンイレブンでこちら650円でね1回引けますので、今のうちにこのねミッキーとミニーの90周年の一番口引いてみてください。運が良ければねこの A 賞ゲットできるかもしれませんよ、皆さんも。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。以上、マジでした。ありがとうございました。バイバイ。おめでとう。